防府市は、中華人民共和国安岐省に位置する地球市であり、安岐省の重要な拠点都市であり、安岐省北部の貿易、通商の中心地、加工、製造の中心地、郵便、通信の指令発信地でもあります。防府は、京古鉄道と Y 南鉄道が交差する、河北平野の南端に位置し、イ賀が,が市内を流れ、法要や宿州にも近い。防府市は、龍古国、 豪山区、宇海区、順上区の4つの市区と、懐園圏、五賀圏、片鎮圏の3つの県を管轄しており、総面積は5,952平方キロメートルで、そのうち601.5平方キロメートルが都市部である。2016年末時点で、3つの県を含む防府市の総登録人口は379万5,200人、居住人口は333万人で、 そのうち160万人が都市住民である。防府は、うか諸高地、純上名玉城として知られている。防府地区の歴史は、古代の真珠取りの場所であり、ここに、新珠採取船が停泊し、防府フェリーと呼ばれ、その後、防府村と防府州とも呼ばれていた。そのため、防府は玉城としても知られている。防府は、ワイガに依存して、水運を発展させており、 数千キロに及ぶワイガの最初の港湾都市であり、防府港は現在、川と海の間の複合輸送能力を持つ総合港に発展している。防府地域は長い歴史があり、新石器時代から人間の活動があり、約7300年前の相当遺跡にまで遡ることができる。立山文化の中高期に属するウカ村の遺跡は、大雨が諸港とあったという伝説と関係があると、 考えられている。近代の防府市は、主に、通ら鉄道の開通と愛賀水運の繁栄により、急速に、安岐省北部の重要な貿易、商業都市に発展し発展したため、列車に光られてきた町とも呼ばれる。1947年1月1日、防府は、安岐省で、最初の都市として、正式に設立された。防府は、全国の地域中心都市、 全国の総合交通ハブ、ワイガ流域の中心都市、アンキショ北部の中心都市、アンキショ観光の中心都市、全国の文明都市である。同時に、防府は、ワイガ生態経済体革新都市であり、合わせ株防治手送信総合配、東海各試験区革新都市でもある。古代、ワイガは懐、円形山口から、防府地域に流れ、水流が遅くなり、水が澄んでいて、 水草が繁茂していたため、ムール貝が繁殖して、真珠を作るのに適していた。夏の時代、現在の防府都市部の西部と、懐園県は、塗山市国に属し、都市部の東部は、勝利国に属し、明の後部時代まで勝利の名称が維持されていた。明の後部年間に、勝利は、中立県と臨外県に変更され、法要県は追加された。現在の防府都市部の西部は、 ふところ園県に、東部は、法要県に属し、現在の形県は、宿州県、ふところ園県、霊壁、県、五賀県、法要県に属していた。少書、海継ぐには、四浜府警、純恵比寿玉魚、と記録されている。それは、死水の近くには、掘ったり磨いたりできる、ブルーストーンのようなものがあり、ビーズはアサリで、このアサリが真珠を作っているということです。 真の時代の法要府市には、防補州在令壁西南160里の小埼玉の地と記録されている。ここに真珠採取船が停泊し、防府フェリーと呼ばれ、その後、防府村と防府州とも呼ばれていた。そのため、防府は玉木としても知られている。防府は中国加東地域、長江デルタの西、安岐省の北東、ワイガの中流域に位置し、 中国の南北の地理的境界線である新霊 Y が沿いにある。領土は平原が中心で南部には丘陵が点在しています。北部亜熱帯出順モンスーン気候と南部温帯半出順モンスーン気候の移行帯に属します。防府市はウガンに位置する上海中心部から 500km 圏内の都市である。京古線のくるるヒモ基地がある。 都市部区域はくさび型で343平方キロメートルと狭い市である。市の北端を鉄道の稽古線、水、防線が南北に通る。1947年1月1日、防府は安岐省で最初の都市として正式に設立されました。4市かつく3県を管轄する。関北港職、防府市安岐省、防府市、防府線区市の北端を ワイカワが、西から東へ流れる。花鼓儀、岩某、名工漁、中宮小野城、辰尾木寺、白石山森林公園、魚オ白入線弁和道防府南駅、防府駅広方の勝利路。ありがとうございます。